皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。クロックタワーパート2、続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回ジェニファーちゃんがいろんな事件に巻き込まれ、シザーマンに追いかけられ、いろんなアイテムを拾って、いろんなところに逃げ隠れしたわけですが、1階の方に戻ってまいりました。ちょっと最初の方でやり忘れたイベントがあったので、それをこなしたいと思います。壁に深い亀裂が入っている。今にも崩れそうだ。尖った石。え。崩すことができます。たら、ここは屋敷の中庭のようだ。中庭に出ます。まだちょっと容量をつかめてないところがあって、あれなのですが。ここは何でしょうか？わあ、誰かいる。う、へ。誰？食い物。うわあ。人がいましたね。逃げましょう。わーい。もうどかせますね。あ、行けなかったところですね。お、取りました。おー。取れますね。おー。ここだけ壁を塗り直したようだ。うわー、出たー。ちょっと待って。いい。あ、来ましたねー。はい。殺虫剤を入手したので、あまり行きたくないですが、冷蔵庫の方に向かいたいと思います。その前にハムを取りたいと思います。中にはハムが一つ入っている。ハムを手に入れた。カレンダーだ。
今日の日付に印が付けられている。奥に光るものがある。わー！ G！ これは一気に、これは一気にですよ、これ。ただスーザイを巻いた。言えましたー。鍵が落ちている。金色の鍵をポケットに入れた。あー、ご苦労でした。ゲージが一気に赤になりました。怖いよねー。 G とか嫌だもん、出たら普通に。おっと。鍵が置いてある。車のキーだわ。エンジンキーをポケットに入れた。これですよ。エンジンキーが刺さって、これ刺せば逃げられるけどみたいないますか。あ、間違えた間違えた間違えた。この車なら逃げられるかも。でも、他のみんなは。どうしよう。一回逃げてみましょうか。おお、脱出しましたねー。わっ、おっと。うわー、これは隠れていたっていうことですね。うわ、怖い。はい、ジェニファーの体力も回復したのでイベントを進めていきたいと思います。いましたね、メアリー先生。無事だったのね、ジェニファー。先生、みんなが、みんなが。大丈夫、大丈夫よ、ジェニファー。さあ、これを飲んで。落ち着くわ。
悪いですね、先生。悪いですな。で、どこ？で、ハムを使います。よいしょ。あなたは？ババローズさんですね、この人が。この人が？ひひ。今、奴がお前、見てる。え？星の下のゆりかごで、すいません。ゆりかごで、お前を見てる。星の下のゆりかご。ひひもうゼニファーを見ていないようだ。おー、ロッテー。ゼニファー、無事だったんだね。ロッテー、待ってて。すぐに開けるから。よかった。メアリーの来る前に逃げよう。え？急いで。ゼニファー。小屋の外から声が聞こえる。本当に世話の焼ける子たちだこと。ゼニファー、そこで待っていなさい。お仕置きしてあげるわ。で、隔剤を使います。どりゃで、逃げます。先生悪い人だったんですね。ロッテが、はい、思いっきり、ゲージが赤ですが、探索していきたいと思います。ランダムに部屋が変わったり、部屋の置物が変わったりするので、ちょっと同じことを何度もやらなきゃいけないっていうのがあります。中にいくつもの楽譜が入っている。点灯スイッチは壊れている。あ、一応弾けるんですね。中はガラクタしか入っていない。ましたねー、シザーくんが。ああ、もう。なんで止まるのかな？
やりました。いやー、ここまで来るまでに相当時間かかりました。もう多分出ないとは思いますが、用心、ああ、間違えた。部屋で行ってないことをやりたいと思います。まず、で、壁を調べます。どうやら壁を、後から壁を塗り直したようだ。ひびが入って崩れそうになっている。で、こちらの鉄パイプのようなもので壁をぶち壊します。ブリャー、もうすごい崩れました。で、ここにも部屋があるわ。この部屋に行ってみたいと思います。あ、誰もいない。ここでイベントがあるはずなんですけど、イベントがどれぐらい使われていないのだろう。部屋の空気が重くよどんでいる。で、イベントがちょっと消えてます。上に鍵が乗っかっている。儀式の鍵をポケットに入れた。入れました。何の音？なにこれ、なになになに、パニック回避、なになになに、くるくるくる、なんだなんだ、なに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 、あー、びっくり、突進してきた。儀式の鍵を手に入れました。この部屋、さっきの壁画にそっくりだわ。ここが儀式の部屋ですね。よく見ると床に四角の、すいません。星の下のゆりかご。この下に何かがあるんだわ。の円盤だ。十字の切れ込みが入っている。体
ラスの死体だ。他に調べる、なんだろう。この方に穴が開いているのが見える。あ、進展しましたね、話が。ここはいけないんです。銅像と、すいません。なんだか冷たい。小さな像の下部は、すいません。小さな魔像を手に入れた。どうですか。さっきの儀式の部屋に行きたいと思います。真ん中の、ところに魔像を置きたいと思います。好きな火を付着させる。ああ、これは見ましたね。どういう意味かしら。十字の溝がぴったりはまった。何の音？隠し扉的なものが現れました。行ってみましょう。これで降りられそうだ。すいません、なんか文字が早くて追いつけない。おっと、すごいところに来ました。おっと、誰か歩いていますね。何かいる。で、ここで犬が通せんぼしているので、のうなり声のようだ。あ、待って、戻っちゃった。じゃあこの辺で終了にしましょうかね。どこ？え？ここで黒いローブに着替えます。そして、
ジェニファーのよくしている匂い、メアリーの香水の匂いがする。と言ったら、押してくれます。はできません。あら、素通りです。だねー出た怪物です。ダメですね。やられてしまいました。では、時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。